フリエの続きをしようと思います。ショールームの二窓配信を見てみたけど、見てみたというか探してますけど全然見つからない。今こんな感じ。これほぼさっきと変わってないんですけど、こんにちは。ルンナのがお気に入りです。こんな感じ。そう、ミサッキーが755。とね、インスタも作ったらしいんですよ。ちょっと探してみようかな。
これかいいな、これですね。フレタミサキっていう、インスタも始めたそうなので、ぜひ。可愛いスタンプ3つありがとうございます。塗り絵の続きをやっていきましょう。シャボン玉の描き方をね、見て。白ペンね、そっちね。アビシュ賞の会見見ないな。今ショールームしてるからね。ちょっといい感じにこの自分でね、昨日描いたこちらの塗り絵を描いて塗っております。印刷して、じゃーん。それで結構今セリアにね、コピックもどきがあるんですけれども、知っておりますでしょうか。セリアにこのこういうね、コピックみたいなのがあるんですけれども、これでね、さっき塗ってたんですけども、結構塗ったので、とりあえず色鉛筆で次塗ろうかなって思ってるんですけピンク、しずつさん、ハートありがとうございます。ウォーターさん、ダルマありがとうございます。よいしょ。よっ。
よし、いい感じに今コピックの時で塗ったのでもうちょっと黄緑に、塗ったので塗ったので色鉛筆で次ちょっとなんか結構もう塗るとこほぼないんですけど、まああるけどね、塗っていこうかなと思います。かわいい。これね、前いただいたやつなんですけども、これもね、いつか塗りたいですね。あとこれもいただいたんですよ、見えるかな、これね、ディズニーの塗り絵なんですけど、めっちゃ可愛くて、そう、ほらめっちゃ可愛いんですよ。なのでこれはね、本当に丁寧に、でも色鉛筆の味がすごい可愛いので、いい感じにペンと織り交ぜながら塗っていったらめっちゃ可愛いんじゃないかと思います。これとかあと見本もね、ついてるんですよ。ディズニーランドとシーの1枚ずつ入っております。こっちはシーかな。こっちはシーですね。すごくかわいいので、今度塗りたいと思います。よいしょ。こちらのトンボの
色鉛筆で塗っていきたいと思います。あとはでももうそうだな、エイトのところとちょっと青そう、百均の塗り絵もめっちゃいいんですよね。最近塗り絵というか塗り絵も鉛筆も、これは色鉛筆でパーって塗ったら水彩タッチに塗って、上からあの水のをつけた筆で塗ると水彩タッチになるよってやつなんですけど、この大きい8を塗っていきたいと思います。そう、ミサッキーがインスタ始めて私もフォローしてるので、ぜひフォローしてあげてください。寺田ミサキで調べたら多分服部ちゃんがもうフォローしてる、私もフォローしてるアカウントが出てくると思います。薄い青にしました。マキツさんハートありがとうございます。ソラさんハートありがとうございます。トウメイさんハートありがとうございます。
この枠は40分までなので4038分になったらランキング見たいと思います。かわいい、ありがとうございます。佐賀インターハイ行ってました。お、お疲れ様でございました。AKB 劇場に行ったら、そうですね、今はねやってないんですけども、 AKB 劇場のチーム B 公演とチーム8公演にたまに出させて、というか出させていただいておりますので、ぜひチーム8も B もなんか当たりに、そう、すごく皆様が来てくださって当たりにくいという噂なので、ここにあった、よし、さっきのインスタ755フォローしました。お、
あと1分ぐらいで。ランキングを読みたいと思います。こんばんは、ナウ、ありがとう。パパキッズさん、ダルマありがとうございます。透明さん、ダルマありがとうございます。それではランキングを読もうと。カウント完了、ありがとうございます。カウントランキングを読もうと思います。13位さとちさん、みしさんのはありがとうございます。12位とうめいさん、ありがとうございます。11位オニオンナイトさん、ありがとうございます。11位ひろさん、ありがとうございます。9位台湾のしゅうさん、みしさんのはありがとうございます。8位マディさん、ありがとうございます。7位ベルちゃん会長さん、みしさんのはありがとうございます。6位まさたかさん、ありがとうございます。5位吉本レッツさん、みしさんのはありがとうございます。4位竹本さん、みしさんのはありがとうございます。3位ジョックスノーさん、ありがとうございます。2位カバキチサミスさんのありがとうございます。1位竹も違う遅刻なんかはさせない歌団初見たいさん、ありがとうございます。はい、それでは終わりたいと思います。次の枠は8時15分から8時20分のカウント枠となっております。13位まで19万ポイントなかなか差が縮まらないですが、ぜひ次もカウントお願いします。それでは次も多分次で終わるぐらいじゃないかな。と思っております。それでは3394人の皆さん本当にありがとうございました。次もこれを終わらせる勢いで頑張ります。それでは終わります。ありがとうございました。